おはようございます。みっちゃんねるです。ちょっと変な声出しましたけど、あの誰のね、あのギャグか分かる人はちょっと昭和の人ですね。あの木村進さんってことですかね。昨日ね、亡くなられたというニュースをね知りました。僕あのあっちこっちでっちとかね見てたからね、あそれもちょっとなかなか分からない。まあ吉本のね、まあ、あの芸人さんでね、やっぱりその、まあ、昔ちょっとあの若い時男前だったから、どっちかというとそういう男前の役もよくやってたんですよね。でまあそのあっちこっちでっちでですね、今を特命組む狭間寛平さんね、それからアホの坂田とね、3人でやっぱりそのコンビをね、まあ、トリオですね、そういう新喜劇があったんですよね。まあ、よく見てました。まあ、そういうギャグをね、まあ、忘れ去られてはいけないギャグなので、ちょっとここに残したくて YouTube にしました。まあ、本当にご冥福をお祈りいたします。最近近年本当に見る機会がなくて、もう体もねあんまり良くなかったみたいですけどもね、まあ、そういう本当に僕らが子供の時にお世話になった、ね、有名な方が次々と亡くなられていくの本当に悲しいなと思う次第です。ご冥福をお祈りいたします。以上みっちゃんねるでした。